運賃の支払いを交通系 IC カードだけで対応する完全キャッシュレスバスの実証運行がきょう宇都宮市内で始まりました宇都宮市に本社を置き路線バスなどを運行する関東自動車はきょうから JR 宇都宮駅東口エリアで完全キャッシュレスバスの実証運行を始めました実証運行は現金の利用者や 公共交通を利用していない人に IC カードの便利さを知ってもらい利用の拡大を図るのが目的です完全キャッシュレスバスは運賃の支払いを交通系 IC カードに限定していて運賃箱の現金投入口にはカバーを取り付けてあります運賃をトトラやスイカなどの IC カードで支払いますが現金払いもできるほか車内で運転手が トトラを販売するなど、IC カードの利用を進め、キャッシュレス決済の拡大を図ります。運行路線は宇都宮駅東口が発着などの7つの路線です。初日の今日は午前6時20分に JR 宇都宮駅東口を出発する平松本町線から運行が始まり、関東自動車の職員がバス停で実証運行の開始を利用者に呼びかけました。 今日初めてバスに乗るときにバス停で知りました。これまでもずっと IC カードを使ってきたので特に混乱はなかったです。料金を確認する手間もないですし、スムーズに決済できるので便利だと思います。関東自動車によりますと、2021年3月にトトラを導入して以来、キャッシュレス決済の比率が平均で88%にまで上昇しているということです。 運賃箱の現金投入口の方にはカバーを取り付けさせていただきますが現金でのご利用は可能でございましてまた IC カードの利用促進としまして車内でトつらの方を販売させていただいております IC カードでのご利用いただきまして公共交通機関をお得にご利用いただければと思います実証運行は来年の2月末まで,末まで行われます。